それからもう一つ特徴が的なところがありまして、他のクイックライトにはついていない、ここにエアインテーク、ミキシングチャンバーというものが、エアインテークとミキシングチャンバーをつないでいる部分があるんですが、ここネジで留めてあるんですよね。ネジで留めてあるんですけども、ここにビスがついてます。この QL327 の後のモデル L327 になりますと、このビスがついてません。じゃあなぜかというところを考えますと、やはりこれ100年前のモデルですので、加工精度の問題ではないかと個人的には考えているわけです。当時の機械加工精度がまだまだ未熟なもので、ある程度ねじ込んで、決められた位置でこのビスで、固定ロックしてやらないと、なかなか決められた位置にこの、ミキシングチャンバーが理想的なところに固定できなかったのではないかと思います。ですから、このビスで、位置を決めてやるという方式をとっていたのではないかと思われます。あとこのバーナーチューブというんですけども、このバーナーチューブも他のクイックライトに比べると若干長めです。これらの搭載されているパーツを見る限りでは、おそらくこの LQ327 は本当に初期の初期モデル、おそらく1916年から17年に製造されたものではないかと想像しています。まあ、この頃のコールマンのランタンというものには、製造年月を示す刻印が一切されてません。ですからこういうふうに搭載されているパーツから年代を割り出すという方法を多くの人が取ってます。この QL327 はクイックライトシステムを取り入れた最初のモデルになりますが、じゃあクイックライトシステムってどんなシステムなのかということですけれども、この中をご覧いただくとお分かるでしょうかね。中に、ループを描いたパイプのようなものがあります。これがジェネレーター、クイックライトシステムのジェネレーター999というジェネレーターです。これがそうです。これと同じものがこの真ん中に入ってます。この999ジェネレーターの中にはちょっと白く見えるか、ちょっと見づらいかもしれませんけど、この中に、ウィック、アスベストでできた綿のようなものが詰められています。この中に、この QL327 は外部ポンプによって、タンクの中に、圧力をかけます。その圧力によって中に入っているガソリンがこのジェネレーターの方へ押し上げられるわけですね。このバルブを開くとジェネレーターの方へ、中の空気の圧力によってガソリンが押し上げられて、この中のウィックにガソリンが一旦染み込みます。そのまま圧力をかけ続ければ当然、ここからガソリンが噴き出しますが、そのまま火をつけてしまえば、ガソリンですね、赤い炎と同時に黒い煙をもこもこ吐きながら、マントルを白く焼くどころか、ね、火事になってしまいますけども、このジェネレーター、このジェネレーターをライター、もしくは当時はまあライターというもの、ガスライターというのが、まあ、オイルライターはあったでしょうけど、ガスライターだとかガストーチというのはありませんので、マッチですね、マッチの炎でこのジェネレーターを焼いてやります。炎で焼くことによってこの中のが熱くなって、この中に入り込んだホワイトガソリンが、気化し始めます。
ホワイトガソリンが気化し始めるとどうなる、この中はどうなるのかというの、大変圧力が高まります。圧力が高まって、ここに、ガスチップっていうのがついてるんですけども、先端にこのガスチップの先真ん中に本当に小さな穴が開いてます。その穴から、気化したガソリンが噴き出します。気化したガソリンですんで、液体のようなものではなく、ガス化されたガソリンが、噴き出します。その噴き出したガソリンがこの中にある、先ほど紹介したミキシングチャンバーというところで、外の空気と混ざり合って、このマントルのところまで、来て、マントルにの中で燃焼して、マントルが白く輝くという、これがクイックライトシステムです。まあ現在売られているコールマンランタンに関しましては、イージーライトシステムというものが搭載されています。イージーライトシステムというのは、タンク内のエアとガソリンを吸い上げるときに、すでにそこで、混合気として、ジェネレーターの方に送ってやります。空気とガソリンを混合気にして、ジェネレーターの方に送り込んで、もうすでにその状態でほぼガス化されてるわけですよね。そして、プレヒートもなく、今のコールマンのランタンはそのままライターでバルブをひねれば、そのままライターで火をつければマントルが白く輝くというイージーライトシステムが搭載されています。まあこのクイックライトシステムっていうのは、その前の前2世代前のモデルになりますので、まあ、クイックライトシステムの次の世代、インスタントライトシステムというのがあるんですけども、まあ、このインスタントライトシステムが1927年に発売されたんですけども、まあ、それまで、1916年、17年から1927年、10年間、このクイックライトシステムがコールマンランタンの主流でした。大変、革命的な発明だったようです、当時としては。